こんにちは、始まりました、飛び明けチャンネル兄貴の部屋なんですけどね、毎回言ってる僕は作業場にこういろいろ貼り付けてるんで、こう時間空いた時にこうそれ見ながら、今日どの話しようかなって、あ、これいいな、これを今日話しようみたいなんで決めて、こうやって撮影してるんですけど、ちょうどねこの飛び箱プロジェクトっていうのを作った時に、ちょっとこう読む本の内容が変わってるなっていうのは自分でも分かってたんですけど、今まではこう自分のこうモチベーションを上げるだとか士気を高めるだとかちょっと志を高く高くっていう内容の本を読んでたんですけど、あの飛び箱プロジェクトを作ったぐらいからですね、リーダーっていう言葉をなんか意識しだして自分の中で、それでまあちょっと本の内容がね読むのが変わってきて、その辺の本をちょっと結構読んで、その頃の見るとリーダーっていう言葉がかかってる表っていうか、格言多いんですよね。なんでそれパパパッと今見たら、4つあったんで、リーダーっていう言葉が入ってるその名言っていうか格言がね、なんでちょっと、それまとめようかなと。ここからね、4回連続でリーダー編っていうかリーダーとはみたいなのを続けてちょっと4回パパパパって出しますんで、見ていてください、感じてください。僕はいつもこれを見ながら、もうだから5年も6年も前に貼り付けた紙ですよ。でも未だに見てやっぱそれを見るとその当時のことが思い出されるっていうか、初心忘れるべからずですよね。まあ、その時の、素直な、初心に帰れるっていうか、よしまた頑張るぞっていう、それでまた、モチベーション上げていこうっていうね感じなんですけど、というわけでね、今日はそれの、1回目ですね、これです。流れを見逃さずに捕まえるね感覚を備えているのが歴史を作ってきたリーダーの姿です。これ文芸評論家ですねの、谷沢栄一さんという方の、言葉なんですけど、そうですね、この流れを見逃さずにっていう、捕まえる感覚、まあそれもう読んで字のごとくなんですけど、これは大事ですよ。本当押し引きっていうか、やっぱこう長いことやってると、やっぱそういう流れ、いい流れ悪い流れっていうのが、もう分からなくなる場合が多いんですよね。そのいろんな話があちこちからいろんな情報とかいろんな交渉事とか、いろんな商談とか入ってくるんで、これもうまさにこの読んで字のごとくなんですけど、捕まえる感覚ですね。これもう自分磨きですよね。流れを見逃さずに捕まえる感覚を備える、それは今までの自分がやってきた努力であるとか経験であるとか、そういうのを一気に集中させて、ここっていうところでグッとそれを持ってくるね。これがピタッと止まった時はね、本当に気持ちいいですよ。当然もう後悔することもあります、失敗することもあります。うわなんであんなの OK 出したんだろうとかっていう場合もね当然多々ありますけど、そういう失敗も、結局はもう自分の糧にして、同じ失敗繰り返さないようにすればいいだけの話なんで、とりあえずこの状況判断っていうか、そういうのが、できてくると、面白いですよねっていう話です。いや、この後半の歴史を作ってきたリーダーの姿ですとかね、まだまだ僕らにはね全然遠い話なんで、それをこの前半の部分ですよね、そういう、感覚ですね、これをね、いち早く自分のものにして、いけたらいいなと思います。結構深いですよね、流れを見逃さずに捕まえる感覚、これを備えている、頑張りましょう。これは大事です、すごい大事な言葉ですね。